吉田さん、まあ何でもいいんじゃないですかね。 R34 は確かに吉谷さんにとっては相棒であり、靴みたいな下駄みたいな存在だと思うんですよ。ただ世の中は R34 はそんなね、普段乗りもったいないと、なんでそんなもんでコンビニ行くんやみたいなね、わあなんかこういろんな車種とか摩耗するじゃないか、これは貴重品なんだ、骨董品なんだみたいな価値観が世の中にあると思います。確かにね、私は R34 にそれほど興味はないんですけども、ただデザインとかフォルムとか歴史とかを知ると、あのちょっとねお尻の大きなデザインとかも重々しいなとかね、すごい武骨であり、すごくデザインもあのシリーズの中では最高だなと思ったりしますね。まあ、あのクーペといいますかね、ツードアじゃないですか。ツードアの中では群を抜いて、あの背景とかね、日産の歴史とか考えるとすごい洗練されてるなと思います。だからどっちかっていうと私はマーケットの意見に近いですよね。吉谷さんは R34 にとてつもない魅力を感じてると思うんですよ。ですんで多分そこにこう違いがあるのかなと。でランボルギーニとかフェラーリも、フェラーリはね、あのある人がなんか買ってましたけど、あれもう一台ベンツがありましたよね。ベンツが主で、フェラーリはまさに見せるためとか PR のために買ったっていうふうに言われてましたけど、多分そうなんじゃないかなと思うんですよ。まあ、だから1年間で200キロぐらいしか乗らなくって、なんかバッテリーを何回も入れ替えたみたいなストーリーすらあるみたいなね。なるほどね。私もトランザムはね、自分が欲しくて買ったんで、まあ、あの欲しい部分と見せたい部分がありますね、やっぱりね。俺このナイト2000手に入れたぜ、もう昭和40年代男の夢を手に入れたぜみたいなのがあったりとかね。でやっぱりこれ、あ高いんですかとか聞かれたいし、かっこいいっすね、世代っすよとか言われたいしね、で共感するんで触ってほしいしみたいなことがあって、私も相当ね、使い込んできましたけども、ただやっぱり今はあの車庫にあるだけで十分かなと思ったりね。でもスペシャルな日には乗りますね、やっぱね、普段とは違うかなという感じでございます。はい、私もねこうやって普段和服を着てることが多いんですけども、寒いって言ってこれはね作業着なんですよ。ですので言ってみればジャージみたいなもんです。でも舞台に立つ時は紬の立派なね一長羅ってものを何着も作っていて、そういうものを着てねステージに立ったりとか、最近ではね録画が多いんですけども、DVD 作るために、和服のちょっと立派なやつをね自分のために仕立てたのを着たりしますね。価格も全然違いますね。一着物ってのは5万から10万ぐらいするんで、もう物によってはやっぱりね100万とか200万とかなんですよ。もちろんそういうものって高ければ高いほど着るなんていうタイミングって少ないんですよ。実は安いものほど毎日使ってるんですよね。そんな感覚ですよね。はい、ということでまとめるとするなら金銭感覚ですけども、高いものを今となってはね普段から使ってる吉谷さんのかっこよさ、ね、高いものなんだけどもコストパフォーマンスがむちゃくちゃ悪くってめったに使わないね、本当にすごいよなと思いますね。まあまとめになってないですね。まあでもね、なんかフェラーリを年収300万で買ってる人っていうのを言ったと思うんですけども、確かその方は東京都心に住んでいて年収300万の仕事をしてるんだけども、車庫代が高いからなんか2時間ぐらい先のところに駐車場を借りてそこにフェラーリ入れてるらしいですね。でフェラーリ乗りたい時はそこまで行って乗るみたいな、そんな感じだったと思いますね。様々ですね。